久々の先発出場でアピールには十分だったと思いますが試合を振り返ってままずお願いしますまあ前半からまあ自分たちの狙いだったまあそういう守備の部分だったりもスリーボランチをやってそういう狙いを持った中でまあ自分たちのサッカーはできたんじゃないかなと思ってます後半も相手が変化する中で再三チャンスを作ることができたと思います。手応えはどんんなところにあるんでしょうか ま、後半相手がまあフォーメーション変えてきて、やっぱあのウェリントンだったりで、やっぱこうパワーを持ったサッカーをしてきたんですけど、まあその中で奪った後のチャンスだったりは自分たちもしっかりできたと思います。個人的な評価はいかがですか？まあ持ち味は出したと思ってます。この勝ち点1。どう思いますか？まあ、この勝ち点1を終わった時に良かったと言えるように、次の試合勝ち点3。取れるように頑張りたいです。残り5試合改めて意気込みをお願いします。 プレーオフに向けて、もう勝ち点を積み上げたいです。ありがとうございました。